今日は大谷が先発をしたゲーム、その立ち上がりです。このアキアの当たり、グラブに当てたんですが弾いて内野安打で、その後です。このプレー、あー、このボーク慌てたってのはね、手に取るように当たります。で、その後次の球でワイルドピッチ、これでランナー三塁、ちょっとこう動揺したかで、藤村に1、2塁間を破られます。これなんか本当にその動揺がそのまま尾を引いたような感じですか。そうですね、ただ本来ならね、はい、そこからフォアボールを出してしまったり、はい、乱れていくものなんですけどもね、太田をスライダーで三振に取って簡単にその1点だけで終わらせましたよね。そうですね、谷沢ところでこの1点で止めました。さあ2回の表、ストレート、この回はそのシュート回転もちょっとこう減ってたって感じですかね。そうなんですね、辻はショートライナーでした。2回はゼロで抑えました。さあ3回です、川野に初球でしたが、これはものの見事に打たれましたね、はい、これももう打った川野を褒めたいですよね、はい、素晴らしいスイングを見せましたよね、はい、さあその後脇屋がセンター前にヒットを放ちます。このヒットなんかもホームランの後ちょっとガタガタってくるかなってとこだったんですけど、2アウト2塁から太田、これは外のスライダーでね、まあ、あの勝つ投球といいますかね、はいはい、あえて変化球でね、はい、打ち取らせようという、はい、打ち取ろうという考えですよね、はい、それができています。4回ちょっとこう様変わりした表情を見せまして、横顔チェンジアップで三振で、坂口をストレートで三振、この辺なんかこうちょっと違う雰囲気を出してましたよね。そうですよね、私ちょっとね、ダルビッシュがね、はい、なんかダブりましたよ。あ、そうですか、簡単に三振取るんだなという、まあしかし5回に入ってのピッチング、まあこの試合初めてのフォアボールなんかも出すんですが、まあこのあたりが非常に